はい、インディーズバンドルームサのリーダーことボーカルのランです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。はい、ということで、この動画はですね、はいはい、なんと先日ですね、トシちゃん、まあ、ツアーあったじゃないですか。ありましたね、2020年の、はいはい、でも我々もまあ行ったんですけども、うん、岸和田の方に、うんうん、実は番組でですね、トシちゃんと一緒に見ようおうちで鑑賞会っていうのがありまして、はい、そのコンサートの内容をトシちゃんとその藤森慎吾さんと、どうだったかな、がそのいろいろ見ながら YouTube で配信すると、うん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 、YouTube でそのコンサートを振り返りながらトシちゃんが喋るという、番組があったんですけど、それって YouTube の番組でやってたってことですか？そう、 YouTube でやってたんですよ。YouTube の番組っていうかスカッパーやったかな、あ、スカッパーか、うん、が YouTube で流してたっていう、はい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 、で自分のそのライブを見ながらトシちゃんがこうだよ、うん、ああなるほどね、裏側をちょっとこう言ってくれるみたいな感じですね、うん、で僕ちょっと後半から見れたんですよ、うんうんうん、で、ちょっとそのトシちゃんがいろいろその自分の裏側っていうか、僕はこうしてますよ的なことを言ってたやつを全部メモってたんです、うん、実は真面目これはやらなあかんと思って真面目ですねこれはやらなあかんと思って、でメモらんと忘れるでしょ、忘れっぽいんで、はいはい、だからもう尻かき上げてきたやつがあるんで、はいはいはい、まあ、その中で、あの番組の中でトシちゃんがその、うん、言ってたことをちょっとね、言っていこうかなと思います、うんうんうん、で、まず一つ、はい、1分45秒で着替える、早っこれどういうことかというと、まあ、コンサート僕らも行きましたけど、うん、ほとんど出ずっぱりじゃないですか、年ちゃん。そうですよね、休んでるっていうのはまず感じない、まあ、なかった、ショーだったんで、うん、どうしてんのかなっていう裏側で、まあ、ご本人が言ってらしたのは、その着替えも1分45秒以内に着替えるって言ってるんですよ。その出ない時間を作らないようにしてる、やっぱりそうらしいんですよ。あ、だから俺終わった時に言ってたんですよね、なんかもうずっと出っぱなしやなとしちゃうんって言って、うん、だからやっぱりそれは意図的に、なるほどね、そうなんですよ、はいはいはい、着替えも1分45秒以内に着替えてすぐ出てくるっていう着替えのシーン、みんな見たらどんな着替え方してるんやろうブワーンってブワーン着るみたいな感じですかね。いやでもすごいですね、ピットインみたいな感じでしょうねピットインピットインみたいな、はい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 みたいな、はい、マイクつけて超連携プレーすごそう、ね、まあ、スタッフももう慣れてるでしょうから、はいはいはい、何年も何年もやってるんでね、1分45秒か、すごいな。で1分45秒で絶対着替えてもう一回出てくるっていう、はいはい、これをすごい心がけてるらしいです、はい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 、やっぱりそうだったんだと。なるほどね、道理で出ずっぱりやなと、この人休んでないやんって、うんうん、そういうふうに見えましたからね、うんうん、実際ね、やっぱりそのご本人はそういうふうに言ってました。ほー、はい、なるほど、はい、へえ。次2つ目いきましょうか、はい、そもそもね、はい、リハーサルでは厳しい、うん、厳しい、うん、トシちゃんが厳しいってことか。トシちゃんが厳しいらしいです。なるほど、やっぱりそのリハーサルを念入りにやるらしくて、あ、結構こういう風に音はこうで、ここで照明はこうするとかいうタイミングをちゃんとやらないとショーとしては綺麗に見えないんでっていうのを言ってらしたんで、だからああいう風になんかおちゃらけでずっとやってそうなイメージがあるんですけど、やっぱりそのリハーサルではキビキビと、まあ、その怒るとかいうよりもそのちゃんと詰めていくという作業を裏ではやってるっていう話をしてましたね。へー、すごいっすねでもコンサートで基本的にその照明とか音響とか全部きっちり揃わないと、歌とか演奏だけじゃないもんね。まあ確かにそうですよね、うん、でそこの連携とか、例えばなんかドライアイスとかでもなんか効果を入れるんやったら、そのタイミングとかも重要やし、やっぱりそういうショーとして、まあ多分それマイケル・ジャクソンの影響もあるんじゃない。ああ、なるほどね、マイケル・ジャクソンもすごいですからね。まあでもあの人はもうライブというかもう完全にショーですよね、やってることが。ショーとして、マイケル・ジャクソンはなんかその CD と同じ音質でやるっていうのをすごいこだわってたみたいで、もうなんちゅうのファンの人はもうそのイメージがあるから、それでやらなきゃいけないんだっていうので、うんうんうん、マイケル・ジャクソンの場合は ものすごい練習量らしいです。もうその大変らしいですよマイケル一回ね、私ね This is it っていう映画があったんですけど、うんうん、あれのメイキングを見たんですけど、うんうん、まあなんせもう超指示細かいし、うんうん、もうダンサーいるじゃないですか、うんうん、もうなんかもうボロボロなるまで練習してましたもんね、バックダンサーが。すげえなこの人とか思って。でなんかその中でもあのトシちゃんはですね、照明のタイミングっていうのを非常に気にしてるらしくて、やっぱりそのここでこういう照明だっていうの、はいはいはい、そのタイミングだけはあのやっぱり譲れないものがあるって言ってましたね。まあでも
確かにあの何だっけな、あの帽子かぶってなんかやってても照明のあのタイミングと動きのこのぴったりさ加減、なんか見てて気持ちよかったですもんね、うん、かなりね。で特にトシヤの場合ってやっぱり普通のアーティストと違ってやっぱり動くん で、うん、でそこにちゃんと照明当たるかとかもありますね、うん、難しいですよね。だから結構ね、合わせよう思ったら、うん、僕実は同級生がそういうメジャーのコンサートの照明さんやってるんですよ。照明さんのも今ではもう結構偉いさんですよ、もうチーフぐらいになってるんじゃないですか、ね、すげえ。でやっててなんか結構大変やでっていう話は聞いたことありますけど、なんかボーイとかやってた、ボーイじゃないわ、何だっけ、ちょっと忘れたけどなんかバンドのやってたらしいです。ビーズ違う、氷室京介か。あーはい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 、はい、ボーイじゃなくて氷室さんのそのソロのやつとかやってたりとか、なんか結構そういうメジャーのやつをやってたらしいんですけども、やっぱりそういう照明のタイミングってめっちゃ難しいねとか言って、めっちゃ怒られんだよとかで、決まってんのに当たってまへんがなみたいになったらね、うん、ちょっとブサイクっちゃブサイクですもんね。トシちゃんもやっぱりその照明のタイミングっていうのは非常に気にしてて、確かに踊りと照明は出ないとちょっときついですよね、うん、ちょっとなんかあのうんかわいそう踊ってる人みたいな感じになっちゃう。1秒ずれたらダメですからね。例えば抱きしめてトゥナイトでもですね、あのチャラッチャラチャチャララッチャチャチャラッチャララッっていうところにパッて当てないと1秒ずれたらもうダサいですからね、あれね。ほんまに最初は一振り真っ暗とかでもダサいですから、やっぱりタイミングは大事やなっていう、だから慣れてる中でもそういう風に厳しくいくと、やっぱりあのあんまりあれらしいです、やっぱりその何でもやってると慣れが出てきてなあなあなってはいけないと、なあなあなりすぎて緩くなっちゃうとやっぱりダメなんでって、そのリハーサルは あえて厳しくしてるみたいなことを言ってたような気がします、はい、はい、次ですけども、ジャニーさんは周りを気にするって言いました、すごいあのやっぱりジャニーさんの影響を受けてるらしくて、そうなんだ。でジャニーさんですごいその間合いというか、なんていうの、そのもう曲とダンスとかその間合いをすごく気にするとか、まあ、照明、今の全体的な流れの間合いってすごい気にするらしい。あと曲順、あいわゆるセトリーやつですね、セトリストのその順番と間合いとこの曲とこの曲はこうだからっていう、まあ、全体的なもう構成ですよね、演出というかの間合いをすごく気にするんで、まあそれは真似してるって言ってましたね。まあ、そうですよね。でも確かに曲順良かったです、トシちゃんのコンサートで、だからあんまりそのヒット曲はヒット曲であんまり詰めてないでしょ、こうマイクで分散してくれて、ね、うん、このなんかちょっと落ち着いて聴ける部分と、イケイケになれる部分とうまいことこうバランスをしてて、で中の MC もちょっと面白くしたりとか、でそういう工夫はあったかなと思いますね。まあ、あの何が重要かっていったらもう見てるお客さん疲れさせないっていうところがね、重要になってくると思うんで、飽きずに見れるというかね、なんかずーっとなんだろう、こう続けるような曲ばっかりするとどんどん疲弊してくるっていうのがあるので、箸休みみたいな曲とかもね、いくらいい曲でも ねずっと重いのずっとくるとちょっとしんどい時がある、なんかもう胃もたれしてきたみたいな感じになるので、まあでも私はもう結構ねこう曲順とかそういったものはねいろいろ工夫しながらやったりとか ねだから僕らもね、僕らはまあこういうバンドのやり方というか遠征とかね、その他の施設さんとか行ってやることが多いんで、曲順はね現地で決めますからね、まあまあまあ曲客層見てから決める、年齢層高いとかちょっと若めやなっていう時はこういう曲持っていこうかみたいな感じでやってるんで、まあやってる時間が長いんでもっともっと大変だと思うんですけど、やってることはね、だからその間合いっていうのをね、すごく気にしてる。まあでもジャニーさんの影響を受けてるっていうのも結構なんか私の中ではそうなんやっていうらしいですよ。結構やっぱりもうそこはすごく尊敬してらっしゃるらしくて、結構だからジャニーさんのやっぱり影響っていうのはトシちゃん受けてやってると、マイケル・ジャクソンとジャニーさんね、結構この影響を受けてるなっていう印象でしたね。まあ間合いってめちゃくちゃ大事ですから、この喋りでもそうなんですけど、そうですよ、この YouTube も実はこのなんか簡単にやってるようで意外とその間合いっていうのは気にしてやってたりするもんね。間が空いたらダメなんでね、 YouTube ってね、基本的にはだからまあなるべく間空けんように、僕が喋ってる時とランが喋ってる時と、ランが終わったらこっちにすぐこう移るようにっていう感じで、まあアドリブながらもですねある程度気にしてやるようにはしてるっていう感じということでね、まあ間合いを気にしてらっしゃるということでした。はい、次ですけども、腹筋、ほう腹筋、ほう皆さんお待ちかねのトシちゃんの腹筋でございますけど、はいはい、バッキバキらしいです。そりゃそうでしょ。いや、あのご年齢であの動きしようと、そりゃ筋力なかったら無理やわ。バッキバキらしいです。そりゃ
そうですよ。言ってました。言ってました。あの見た人もいます。シックスパックですかね。シックスパックでしょうね。おお、やべえな。でもそれぐらいなかったら腹筋なかったらだってもう足も上げれないですから。いやもうそりゃそうですよ。あとなんかもう軸安定させてくるくる回ったりとかもね、うん、難しいと思うので。だから来年還暦でしょ。ね。還暦で腹筋バキバキでめちゃかっこいいじゃないですか。いやでもそう。そらモテるで。そうですよ。ほんで動き衰えてへんってもうすごいっすよね。うん、だからそれぐらいやっぱり鍛えてるっていうか。普段のあの。努力たるややと思いますよ。維持って結構年齢いけばいくほど大変になってくるので、だいたいね、だから50過ぎて腹筋バキバキにする自体が難しいじゃないですか。普通に普通の人でも難しいでしょ。鍛えたとしてもなかなかならないんで、あれいきなり鍛えてもならないですから、そのやっぱりそのもともとずっとやってないとなかなかバキバキにはならないですよね。いきなりそのこういうポテポテの中から急に腹筋割るぞって、うんうん、まあ、ライザップみたいなのあるけども、まあ、やったかて、ね、でそこまでいくのが難しいっていうのがあるよ ね、 すごいですね。やり続けてるっていうのはやっぱりそのバキバキのコツなのかなと僕は思うんですけどね。自己管理ちゃんとしてるわ。空お腹出えへんわな。ダンコですよ。見たけどね、うん、お尻がちっちゃくてね、うんすごいよ、細い、はい、ということで次行きましょう、はい、大事にしていることがですね、はいはいはい、できるというメンタル、うん、これはなんか他の番組でも言ってたんですけども、うん、田原俊彦なんだ劣化したねって言われるのが非常に悔しいですね。で、できるんだというメンタルを常に持ってるということですね。大丈夫だ、できるんだ。だからまあいろいろ年齢と戦わなあかん部分はやっぱりどうしても出てくると思うんですけども、うん、まあそこをどうやって乗り越えるかっていうところですよね。すごいっすね。限界を超えるというか、できるんだできるんだって自分で思い込むことらしいですね。やっぱりそういうふうに常に思ってるらしいです。メンタル強メンタル、まあ、強いでしょうね。メンタル強強くなかったらやっぱりあそこまでスターを維持できないです。スターの座、まあ、そうですよね。でできるというメンタル、だから僕はできるんだと、うん、だからある意味その何でしょう、自分に自信を持ってるっていうか、僕ならできるというふうに思ってるからそういうふうにできるんじゃないかなと思いますね。そういうメンタルを常に大事にしていると。まあでもできないと思ったらできなくなっちゃいますからね。これは絶対だと思うんですよ。まあ僕らでもそうですよ。もうできへんわと思ったら多分無理になっちゃうんで、やっぱりこう常にできるできるとどっかで思っておかないといけないっていう。思い込ませるっていうあたりがすごいですね、うん、なかなかやっぱりできるって口では言ってても、うん、頭のどこ隅っこでやっぱできるのちゃうかなみたいな感じでね。そうそうそう、僕はできるんだと思ってるらしいです、ね、まあその結果そのまあ毎年こうツアーができてるっていう。そうですね。だこれからでも還暦超えてやっぱりその体がねその動かなくなってくるところもあるんですけども、それを乗り越えるためにやっぱりできるできると思い込んで、多少しんどくてもやると。多少というか結構しんどいと思いますけどね、あれ見てたら結構すごいですよあれ。若い人がやってもまあまあしんどいと思いますよ、うん、若くてもしんどいよね、うんうん、あれは2時間だって歌って踊って2時間ちょいですか、2時間15分か20分か知らないですけど、うんうん、それぐらい歌って踊ってで MC しながら、うん、で1分45秒で着替えて、そうですよなんかこうホッてする瞬間がずっとないわけじゃないですか、言ったら、うん、あのコンサートの最中はね、ねえ、休憩っていう休憩がまずないっていう。だって結構多いのがなんかあのお色直しじゃないですか、着替えのところちょっと時間を置いて休憩するっていうアーティストさんまあまあいてるじゃないですか、言ったら、うん、ねえ、それがないっていうのはすごいわほんまって。もう一つ言ってたけど、あのいち早く出たいらしいです自分が。あ、そういうこと。もう置いとけないんですって、ほっとけない。あ、なるほど。だから休憩でその10分とか15分とか、まあできるっちゃできるんやけど、うん、もうそれができないです、もう性格上としちゃうの。もういち早くもう出たいっていう。あの生まれながらにしてのスターですね。そう思えるのはね、ちょっと休ませてって私は思う。もう性格上の問題だと思います。もういち早くもう見てほしいというか出ていきたいから1分45秒で着替えて、もう体も鍛えてでメンタルも保ちつつ、うん、このいろいろ揃ってないとそれができないんで、やっぱりパフォーマンスで、特にあの年齢になってくるとですよね。なんかそのモチベーション保つっていうの結構難しいじゃないですか、ね、特にあのこのコロナでよくできたなと思いますね。うん、諦めてる人も結構多いですから、このコロナでもうダメだってなって、まあまあね、自害しちゃう人もいたぐらいですから、でもそういうのなく
常にできるという、プラス前向きなメンタルで、本当にあのメンタルの強いのもそうですけど、やっぱりそのモチベーションを高く持ち続けるっていうところ の、うん、あの精神力ですよね、うん、普通の常人じゃできないだろうなって、ちょっとやっぱりこうへたる時って必ず人間あるとは思うんですけども、うん、まああんまりそれが、ね、ないですよ。なんかとだから年を見てる時にめっちゃ元気もらえますもん、私最近本当にニコ、いつもニコニコよ、ね、いつもなんか楽しそうにニコニコして出てくるから、うんうん、なんかこっちも楽しくなってくる、ねえ、もうあんだけ人にパワー与え続けてて枯渇することはないんだろうかっていつも思いながら見てますけど、ね、私僕が思うにね、それやっぱり体も鍛えてるっていうのも結構大きいかな。体とメンタルって結構連動するじゃないですか、うん、確かに。で体をそんだけ、うんうん、まあ、ある意味体いじめてるところもあるんですけど、うんうんうん、いじめて、まあ、鍛えるっていうか、うんうん、してるところがあるんで、うん、体を鍛えれる人って意外とメンタル強かったりするんで、うん、あ、そうですよね。だって我慢強い人しかできないじゃないですか、うん、鍛え抜くっていうのはね。あのボディービルダーぐらいにムキムキになるのまあしんどいっちゃしんどいんですけども、うんうん、あの踊りの、ね、筋肉でまた違うし、違いますね、まあ、あの筋肉とまず持久力がいると思うんで結構しんどいと思うんですけども、それを乗り越えてですね、いまだにああいう風にパフォーマンスできるっていうのはやっぱりそれぐらいの強い気持ちがなかったら無理だと思いますね。ちょっと見習おうなんかも、はい、ほんまに。はい、で、はい、最後なんですけども、はいはいはい、あ、まあそのなんていうのコンサートを見ながらトシちゃんがいろいろ語ってたんですけども、うん、まあ僕の感想なんですけど終始いちびってました。いちびるっていう表現ちょっとあの関西以外の方分かりづらいと思うので分かりやすくいちびるとは、まあ、ふざけるというか、ああということですね。もういちいちボケるというか。なんかすごくユーモアあふれる方ですよね、言ったら。多分サービス精神なんでしょうね、うん、あの緊張を解きほぐすっていう意味ではね、うんうん、なんかあのなんていうんですかね、すごく素敵ですよね、うん、なんかこうすごい爆笑っていう爆笑ではないですけど、クスっていう笑わせるそのなんていうんですか、うん、そのクスですごいほころぶんですよね、うん、気持ちが。なんかすごいなんかこう素敵やなって、ね、まあ、サービス精神っていうのもあるんですけど、多分ねそのもう元の性格がやっぱり楽しいのが好きなんだと思いますね。なんそういう現れがいうなんかいちいちふざけるというかいちいちボケるというか、ね、いい意味で子供だなって思うんですよね、うん、そうですね、いい意味で。だから中二って僕らちょっと前の動画でも言ってるんですけどもその心をずっと持ってる少年の心を持ってると綺麗に言えばね、うんうん、でもそういう人ってすごい魅力的に映るんですよね、うん、でもやるべきところはしっかりやって、うん、でその人に見せるときはそういう少年の心を持ちつつステージに立つっていうね、うん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 、それがあるからか、多分その魅力があるから未だにファンがそうね、ついてるというか、うん、あのねトシちゃんのファン層がやっぱりねすごいんですよ。もうね団結力もそうですし、団結力もそうですし、ね、何でしょうね、何なんですかね、まず人の悪いことをファンの人も言わない、うん、あ、うん、そだからもうその上から下がってきてるんですよね、うん、そのトシちゃんがそうだから私たちもそうするっていう感じに、うんうん、まあ、アーティストってやっぱりそういう意味ではすごい影響力あるんで、そうですよね、うん、まあまあ言い方あれですけど一つの宗教的なところはやっぱりあると思うんですよ、うんうん、その考え方とか、うんうん、まあ、でもそれに同調するからこそファンになるっていうところは絶対あると思うので、だからまああのファンの方々見てるとトシちゃんの人柄っていうものもなんかこう分かるというかね、うん、なんかもう鏡みたいなものなんで ね、 僕がまず思ったのはそこですからね、うん、あのまあ、こういうちょっとねあのトシちゃんのネタを出して思ったのが、うんうん、ファンがすごいよくできてるなっていうそこがまずちょっとびっくりしたところで、心優しい、うん、なんですかね、あったかい心を持った方々が多いですよね、うん、なんかマイナスな人がいないんですよ、本当にそうですよ、うん、まあ、もう実際ね、あのライブ行った時に声かけていただいた時もなんていうんですかね、皆さん控えめで、あ、見てます、そう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 、見てます、なんか どれぐらいの距離で喋って、ね、そうそうそう、別にあの全然近づいてもらっても全然構わないで我々はあのスターでもなんでもない、あなたたちの許容範囲の距離はどこですかっていうのを伺いながらこう近づく感じがね、そうそうそう、なんかすごい YouTuber なんて全然大丈夫です、ね、あのすごく優しい人多いなと思ったんで、私ファン層がすごいなってまあそこはちょっと僕びっくりしたところなんですよ、うん、実はね、うんうん、でまあ、 あのまあお茶目にねふざけるトシちゃんっていう、はいはいはい、まあ、終始本当番組の中でずっとやってましたからね前あの前に人生最高レストランかな、あの時も終始ふざけて、ずっとふざけてましたからね、 MC の加藤浩二もうふざけてやめてくれみたいなこと言ってたじゃないですか、もうしんどい言うてね
いやでも素敵ですよね。まあ、だからそう、ね、自分が楽しくやりたいんでしょ、うん、う多分ね。だからその楽しいの大好き、うん、少年の心を持ったままの、ねうん、方なんで、だから魅力があるという感じでございますかね、はいはい、ということで、トシちゃんと一緒に見よう、おうちで鑑賞会を、うん、まあ、僕はちょっと見てですね、はい、トシちゃんの言ってたことを書き出したことをちょっと動画にしてみました、はいはい、これぐらいでして、終わりたいと思います、はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではでは、ありがとうございます。